航空業界では、現在、大きな動きが起きています。2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップについて見ていきたいと思います。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとは、日本、イギリス、イタリアの3カ国共同で進行中の事業です。デルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について紹介します。次期 XF9 の行方も知りたいのですが、なかなか情報が出てきません。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況のようです。日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムですが、その中核を担うとも言うべき有人戦闘機について、2024年7月に新たな動きが確認されました。それは、同月に、イギリス本土南部のハンプシャー州のファーンボロー空港で開催されたファーンボロー航空ショーで、GCAP の有人戦闘機の実物大のモックアップ、模型が披露されたことです。2024年7月22日から26日にかけて、延べ5日間開催された今回のファーンボロー航空ショーでは、GCAP の有人戦闘機の実物大のモックアップが展示されました。この GCAP の有人戦闘機の実物大モックアップは、イギリスの同プロジェクトの主幹である BAE Systems 社が展示したもので、従来とは異なる仕様でした。今回の GCAP の有人戦闘機の実物大のモックアップは、主翼が、これまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていたのです。一般的にラムダウィング形式に比べると、デルタウィング形式は、機体の飛行時に高速度が発揮しやすく、主翼の面積が広いので、内部に搭載される燃料タンク容量も大きくなると考えられています。したがって、披露されたモックアップを見ると、燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離が伸び、作戦行動範囲も大きくなったことが伺えました。それに加えて、今回のファーンボロー航空ショーの GCAP 有人戦闘機の実物大モックアップの詳細なデータは、目を示さなかったにしろ、機体そのものがかなり大型だったのは分かりました。世界で初めて実用化された第5世代戦闘機の祖といえるアメリカで、菅、ロッキード・マーチン社の F-2 ニラプターはもちろん、それに続く機体として、航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニング2にしろ、その最大のセールスポイントは、優れたステルス性にあると言われます。したがって、これらの第5世代戦闘機のステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を機体内部のウェポンウェイに収容する必要があります。つまり、その収容力が機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないでしょう。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP 有人戦闘機のモックアップは、現在航空自衛隊が装備している F2 やF-35 ライトニングにより大きな機体であるのは間違いないようです。したがって、前述の機体より、数量、重量ともに、多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられます。特に、空自にとっては、モックアップの機体が代替となることを求めていると思われます。現行の F-2 は、4発の空対艦誘導弾が搭載可能ですが、それ以上の同兵器の運用を見込んでいると思われるのです。その意味では、GCAP の有人戦闘機は、純粋な敵機との遭遇を想定したというより、現行の F-15 イーグルの最新型等が担っている戦闘爆撃機という区分に近いのかもしれません。そこから想起すると、今後の空自戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が、哨戒任務、F-35 ライトニング2が星空戦闘、そして、GCAP の有人戦闘機が対艦、対地攻撃を担うのではないかという見方があるそうです。今後の主力戦闘機となるはずの F-35 ライトニング2戦闘機は、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサー類、そして、他の同盟国を含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ、先制攻撃を仕掛けて航空優勢を確保することが期とされているとか。これに加えて、
GCAP の有人戦闘機は、多数の無人航空機を管制する機能を持ち、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことを重視しているように感じられるという声があります。ただし興味深いのは第5世代戦闘機と見さされている、日本を含む西側諸国では、事実上のディファクトスタンダード、事実上の標準と召されている F-35 ライトニング2が、敵の航空機に対する正攻法での空中戦の実戦経験がほとんどないということです。最近、紛争拡大が世界的に懸念されている中東方面では、イスラエル空軍が F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したと言われていますが、敵に対する星空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されている側面が強いようです。イスラエル空軍におけるこうした F-35 ライトニング2の活用事例を考えても、今の紛争や戦闘で、第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されていないようで、その傾向は強まっても減少する可能性は少ないように見えるのです。また、GCAP の有人戦闘機の開発をめぐっては、2024年7月のイギリス総選挙の結果、政権を奪取した労働党のスターマー新政権が計画の見直しを示唆するなど、政治的な変化も見受けられます。スターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP における有人戦闘機について、より迫った軍事力強化を優先するかもしれないという報道もあるようです。その理由は、2022年2月に勃発し、世界中に衝撃を走らせたロシアのウクライナ侵攻です。2024年8月、ウクライナ側の劣勢が伝えられていますが、イギリスは、旧ソ連の崩壊以後、これまで緩めてきていたロシアへの警戒を再び強化する方策を模索しているためとも考えられているからでしょう。そういった意味では、イギリスは、既存の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの最新型を確保する方が、目先の脅威に対抗するためには有効な投資ではないかという議論にも一理あるとされ、今度の動向に注目が集まっているようです。逆説的ですが、ロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、イギリスは有人戦闘機開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きを置いていたのが、2035年の実戦配備では遅いという意見も一定の評価があるとも言えましょう。ただし、イギリスと日本との安全保障環境の大きな違いは、イギリスにはロシアとの再対峙が喫緊課題になっていることですが、日本は著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在が大きいでしょう。すでに艦艇の数において中国海軍はアメリカ海軍よりはるかに多くの数を保有しています。その上、驚異的なスピードでその数を増加させているのです。こういった中国に日本が対抗するためには、長距離攻撃が可能な追加兵器の整備を行わなければならないと声高に叫ぶ人も少なくないのです。現在の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃可能なスタンドオフミサイル配備を進める方針を打ち出しており、 GCAP の有人戦闘機の兵装もその一つとして位置づけられるものと考えられます。前述の通り、 GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことについて紹介しました。デルタウィング形式へ変更したことによって、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がると推測されているようですね。さらに、この機体が現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、注目していくべきだと言われているようです。大型化により、従来の F-35 ライトニング IIF-2 と比べても、より多くの兵装を搭載する能力があることが示されました。この新型戦闘機は、対艦や対地攻撃において、中核的な役割を担い、多数の無人航空機を管制する機能を持つことで、航空戦の新しい戦術を可能にします。さらに、政治的背景も、このプロジェクトには重要です。イギリスの新政権は、プロジェクトの見直しを示唆しており、これが GCAP の未来に、どのような影響を与えるかは注目されるポイントです。また、ロシアのウクライナ侵攻により、
イギリスや日本などの国々が高性能の軍事技術への依存を強める傾向にあり、これが GCAP の有人戦闘機の進化に対する期待をさらに高めています。この新型戦闘機の公開は、未来の航空戦における日本の戦略的地位をどのように変えていくのか、大きな示唆を与える出来事であり、その進捗に世界中からの関心が集まっています。